こんにちは、新田ハウスのしんちゃんです。新田ハウスの思考と行動では、私たちが考えていることや今後の目標をお話しています。未死に関する技術ではなく、新田ハウスの裏側的なお話になります。目標や思いを知ってもらうことで、新田ハウス未ン部がより良くなれば嬉しいです。本題に入る前に少しお願いをお話しておきます。質問などがあれば、コメント欄にコメントをお願いします。 他の仕事をしながらの更新になりますので月に2本から4本ぐらいの更新頻度とな,り、ま、なると思いますしゃべりに関しては素人ですので「えー」「あとか無意味な間や雑音が入ります1年もしていれば改善してくると思いますので広い広い気持ちで聞いてください通常なら YouTube といえば音楽を入れることが多いですが私は音楽が入った動画を見ることが苦手なので 音楽が必要な方はご自身の好きな音楽を流しながらお聴きください。私の音声が耳障りなら音声をオフにして文章だけを見てください。よろしくお願いします。そして、えー、YouTube 配信の環境を良くするために協賛のお願いもしています。YouTube の広告収益はチャンネル登録者1000人で月1000円程度と言われています。現在、新たハウスミシン部は400人程度です。 まだ収益化もできない状況となっています。えー、その収益だけでは、アルタハウスミシン部をより良くしたり、継続して技術を公開していくことは難しい状況です。そこで応援していただける方は、この投稿の概要欄にある応援するという項目を設けていますので、ぜひご協力をよろしくお願いします。こちらの部分ですね、えー、YouTube の概要欄の下の方に応援するという項目を設けています。 皆さんの無理ない範囲で結構ですのでご協力をよろしくお願いします。現在特に必要なものは照明。照明に関してはミシンの技術を公開する際に撮影する際に部屋全体、手元を明るくすることでよりミシンのライン、そういったものを見やすくしたいと考えています。スタンドマイクとピンマイクに関しては音声を配信する際に マイクなしの状況で現在は配信しています iPhone の iPhone で撮影,撮影をしているんですがそのままですとどうしても聞き取りにくいという問題が出ていますのでピンマイクスタンドマイクを用意することでより聞きやすい環境になると思いますそしてライブ配信では AI 字幕もつけています AI 字幕の認識力も向上すると考えていますぜひご協力をよろしくお願いします それでは本題に入っていきます、えー。思考と行動ということで第1回は多くの人は考えたり思ったりすることは得意ですということとその反面多くの人が苦手とすること2つありますというお話をしました。興味ある方は第1回目の YouTube をご覧ください。そして第1回目ではプロフィールの方もご紹介しました。私たちのプロフィール簡単ですが公開していますので第1回目の YouTube をご覧ください。そして今回第2回目としてなぜ新たハウスミシン部を始めたのかこういったことをお話していきたいと思います、えー、家庭用ミシンで犬服を製作する技術を YouTube で公開する目的は大きく分けると3つあります目的 1YouTube を見た皆さんが愛犬のお洋服を作れるようになる目的2よっちゃんの技術がより高まる 目的3、お洋服を購入してくれているお客様がより深いファンになってくれる。今回はこの目的1から3をより細かくお話していきたいなと思っています。それでは1、YouTube を見た皆さんが愛犬のお洋服を作れるようになる。これはどういうことだろうかまず想像してみてください。ご自身で作ったお洋服を、ご自身で作ったお洋服が皆さんの愛犬を 想像してみてください。自分で作ったお洋服を着ている愛犬の姿を、えー。こちらの写真は、えー、よっちゃんがお洋服を作り始めて、そうですね、何着目か、まあ数、まあ、10着もいかないときに自分の T シャツをリメイクして淡路島の芝に遊びに来た写真です。えー、とっても楽しそうにボールを加えて走っているボーノの姿ですが、まあ、自分が作ったお洋服を こういうように着せて愛犬と一緒に遊ぶ時間っていうのはとてもとても楽しい時間ですよね。そんな楽しい時間を皆さんにもぜひ味わっていただきたいそういった思いでミシンの技術を公開しています。初めてミシンを触る人が愛犬のお洋服を作れるようになることを目標にしています。まあミシンを初めて触るということはミシンの使い方がわからない。 そういった人でもこの YouTube を見ていただくことで先ほどの写真のようなこのお洋服を作れるようになることを目的としていますじゃあなぜ YouTube を見て作れるようになるかというと1着のお洋服が完成するまでを何度もお話しすることで回を重ねるごとに理解が深まりますよっちゃんが配信しているライブ配信では1着のお洋服が完成するまでを 何度も何度もお話しています。えー、部分部分、例えばパイピングだけこうとか、えー、リブがこう、糸はこうっていうことを、えー、断片的にお話しすると、どうしても全体の流れが分かりにくいっていうケースもありますので、アルタハウスミシン部の配信、配信では時間はかかるんですが、え、まず一着のお洋服を作る。その中で、えー、皆さんにお答えできる 質問に対してお答えできるものに関しては回答をしていく。そのことで何度も見ていただくことで理解が深まる。理解が深まるとよりやっぱり作りたいなとか、作っていって作る過程での悩みが解消されてくると思いますので、えー、疑問や悩みをそれぞれのペースに合わせて質問できる流れを作っています。えー、YouTube を見ました。えー、見るだけは では当然作れるようになりません。そこで得た知識を皆さんが実践してもらう、実践する中で疑問や悩みっていうのは当然出てくると思います。ここどうやって縫えばいいんだろうここどうやって収めれば仕上げればいいんだろうとか。そもそも記事ってどうやって購入すればいいんだろうとか。でもそれを質問できる環境がなければ、そこで当然終わってしまって、あ、もう私は、 ミシン作るのちょっと苦手だし、手間だし、めんどくさいし、買った方が早いわって、この段階で止まる方もすごく多いと思います。それを改善するために、私たちの方で、犬服作りの質問、疑問などありましたら、インスタグラムに投稿してくださいと。その際には、新たハウスミシン部とタグをつけて投稿してくださいというふうにお伝えしています。 え、タグをつけていただく理由としては、一つのページに、えー、新たハウスミシン部に関する情報が集約できますので、後々、こう、ご質問に対する回答もしやすい状況になります。えー、こちらのページですね。新たハウスミシン部っていうタグをつけて投稿してくださいと。えー、毎日何名かの方が、まあ、ご自身で作られたお洋服だったり、えー、 こちらはお洋服ですね。お洋服を作りましたとか、私の裁縫セットはこういう感じですとか、それはもう何でもいいと思います。それぞれの進むペースや技術力っていうのは当然違うと思いますので、自分自身が今日こういうことをしたよとか、これ悩んでるよとか、ここうまくいったよとか、そういったことをぜひインスタグラムに投稿してください。それを見て、ライブ配信の時に、 え、おっちゃの方で、えー、なるべくお答えをするようにしています。それを繰り返すことによって、皆さんも楽しみながら、えー、悩みや疑問を改善して、またミシンと向き合う、犬服と向き合うことができると考えています。えー、そして、家庭用ミシンだけで犬服を作る方法に特化してお話をしています。えー、こんなことは不要です。専門的な言葉や技術、えー、ロックミシン、専門書、 必要なことは続けることだけです。家庭用ミシン、安いのでしたら2万円ぐらいから販売されてると思います。第4チャのライブ配信で、第何回目か忘れましたが、私が作ってる、使ってる道具はこれですっていうのを全部公開してますので、その中でも初心者の方にお勧めできるミシンもお伝えしてますので、ぜひその辺からピックアップして、まずミシンを用意する。そして、あとは続けるだけ。 えー、中には、まあ、たくさん本を読んで、えー、あこれがきれいに縫えるっていうことで始められる方も多いと思いますが情報だけがたくさんあったとしてもやっぱり実践していかないと技術っていうのは身につきません,うーん例えばですね野球プロ野球選手を目指してる少年がいたとしてたくさんの本を読んでそれだけでプロ野球選手になれるわけでもないですし 例えばすごくいいバットイチローが使っているバットを用意したところでヒットが打てるわけでもないですし専門的な言葉ちょっと私は野球に疎いんで専門的な言葉わかりませんがなんかゲッツーとかそういう言葉ありますよねそういう言葉を覚えたところでイコール野球が上手になるプロ野球選手になるっていうことではない、ね、と思いますで 家庭用ミシンで犬服を作れるようになるっていうことを掘り下げて考えると別に専門的な言葉や技術、ロックミシンがいるかいらないかとか専門書は読まないといけないとかそんなことは全然必要ないです。ただ、えー、家庭用ミシンで少しずつでいいんでそれぞれの時間が空いた時に少しずつでいいんでえ続けること続けるってじゃあどれぐらい続ければいいんだってなるんですけど私たちがイメージしてるのは今日ミシンを買いました 今日が2月の18ですかねあ。19ですね。2月の19なんですけど、1年後、2022年の2月19日には、えー、それなりのお洋服が作れるようになる。こういうことをイメージしています。<laughs> で、一つここで、私たちがなぜ家庭用ミシンだけにこだわって、えー、犬服作りをしているか。なぜ逆に言うとロックミシンを使わないのか。 別にロックミシンが買えないっていうわけではないんですよ。で、ロックミシンが使えるか使えないかで言うと、よっちゃんもすぐ使えるようになると思います。じゃあなぜ家庭用ミシンにこだわるのか。この辺のお話に関しては、少しこう、ショップ運営と関わってくる部分もありますので、会を改めてしっかりお話ししたいなと思います。えー、中にはちょっと勘違いされている方もいると思うんですが、家庭用ミシンで作ったお洋服は、 安いお洋服。ロックミシンで作ったとか工業ミシンで作ったお洋服はいいお洋服。っていうふうに考える方もいると思うんですけど、それはもう大きな間違いであって、どういう工程でどういうふうに作られたか。で、その着ていただく愛犬がどういうワンちゃんで、どういう打ち合わせをして、そういう細かなことを積み重ねて犬服っていうのは作っていくことによって、その着てもらう愛犬にとって、 いい着心地とか、そういうものが生まれてくると思うんで、うんまあ、その辺のお話もショップ運営にちょっと関わってくるところなんで、えー、非公開というわけではないんで、会を改めてお話をさせてもらいます。えそして、絵ぬくを作る共通の目的を持った知り合いができる。これ、何でもそうなんですけど、一人で一つのことを続ける中、 続けていくというのはすごく難しいんですね。当然悩みや疑問、まあ、飽きるということもありますので,で、やっぱり共通の目的を持った方が周りにいる、少しお話ができる環境があるということだけで、えー、物事というのは続けやすくなります。で続けないと物事というのはなかなか思ったようなレベルに達しませんえ。そこで新たハウスミシンボを通して知り合った方と、 ライブ配信の中のチャットやインスタグラムなどでお話しできる環境を作っています。まあ中にはもうこう私今日こういうお洋服作ったなんでって公開した時にはすごく素敵とか縫い目きれいとかそういうお話をされてる方もいます。でもそのちょっとした会話でやっぱりこの必要なこと続けるっていう意欲が湧くんですね人っていうのはやっぱり誰かに見てもらってる少し褒めてもらえる こういうことでは、ほんと小さなことなんですけど、続けるっていうことに特化して考えると、とっても大切なことで、自分一人だけで、えー、犬服を作りました、えー。誰にも見てもらえない。愛犬に着せる。まあ、ましてやそれが初心者っていうことに考えると、最初に作ったお洋服はめちゃくちゃどんな状態でもいいんですけど、愛犬に着せた時に、一着目は結構嬉しいものなんですよ。 ただ、二着目、三着目になってきて、技術の向上もそんなにない中で、やっぱり買った方が早いし、買った服、安いのもたくさん売ってるし、で、どうしてもなってしまうんですね <laughs>。そこで、うまいか、技術が上手いか上手じゃなくて、自分がやった、犬服作り、愛犬作った犬服作りを、第三者に見てもらって、その第三者の方が共通の目的、犬服を作るっていう目的を持ってるんで、 ここを素晴らしいですねとか、この記事の組み合わせいいですねっていう言葉をほんとちょっともらうだけで続けていけるようになるんですね。これはもう仕事でもスポーツでも何でもそうやと思うんですけど、続けるっていうことを一人でやるっていうのはすごく意識が高いのに高くないと難しいです。うん、集中力も必要ですし、我慢強さも必要ですし、自分と向き合うっていうことも必要になってくるんですが、ここでやっぱり共通の目的を持った知り合いがいるっていうだけで、 えー、続けるとということが簡単になってきますぜひそれをチャットやインスタグラムでインスタグラムを利用して、えー、皆さんもやってみてください、えー、そして必要なこととしてただし一回だけ動画を見て犬フが作れるようになるわけではないので継続的にご覧くださいまあこれも何でもそうですね何かを知識を得る実践するでもう一度そのことと照らし合わせてどこがいけなかったかどこがうまくいったのか それを繰り返していくうちに、1年ほどである程度作れるようになると考えています。あるで、ある程度とはうーん私がイメージしているある程度っていうのは、これ、どこで購入されたのってこう、自分が作ったお洋服を他人散歩中でも、お友達でも、誰でもいいんですけど、まあ、ご主人でも、奥さんでもいいんですけど、子さんでもいいんです。えこれ、どこで買ったのって聞かれる感じ。 これはどういうことかというと、ある程度やっぱり綺麗に見えてると思いますし、お金を出す価値がある。お金が欲しいっていうわけではないと思うんですけど、やっぱり自分が作ったものが世の中の評価として、えー、お店で買ったのって思われるぐらいって、ね、評価基準としてすごくわかりやすいと思うんですね。綺麗、可愛い,いっていうのはどうしてもこう人によって捉え方が違うんで、 どの程度綺麗なのか、どの程度可愛いのかっていうのを集約して考えたときに、これどこのお店で購入したのっていうのは、その言った人っていうのは、少なからず、金銭的なこう価値をその服に見出してるっていう状態なんですね。ぜひ、そういう状態になってほしいなと思っています。この、どこで購入されたかの一言って意外と嬉しいもので、 よっちゃんが新たハウスのイヌクショップを始めた時もそんな一言から始まってます。趣味で冒頭お見せした写真のようなお洋服をブログで公開している中で、とある方が、あれこれ、買えるんですかっていうようなブログにコメントをいただいたことが、ブログか、うんツイッターか、ちょっとその子はインスタをやってなかったんで、どちらかだと思うんですが、そういう言葉をいただいた。あ、そうするとよっちゃんの中では、 自信にもなりますし、嬉しい気持ちも生まれる。これがやっぱりものづくりを継続的に進めていく中で必要なことかなと思います。ライブ配信や動画をただ見るだけではなく、次のようなことをしてみてください。理解が深まります。ぼーっとライブ配信を見る。まあ、それはそれで別にダメっていうわけじゃないんですが、せっかくお洋服を作るっていう目的、夢があるんでしたら、 ライブ配信中は積極的にチャットに参加しましょう。チャットに参加するということは、やっぱりその、よっちゃんが何を喋ってるかとか、今何を乗ってるかとか、その場面をやっぱり一生懸命見る必要が出てきます。見るっていうことを一生懸命になって、それを自分の言葉でチャットにするっていうだとら,ら、認識力が必ず上がります。で、そしてそのチャットを見て、えー、よっちゃんの印象に残るので、もし、 何か犬服作りの中で悩んでたり課題があるんであれば、よっちゃんの方としては適確なアドバイスができるようになります。これもいい循環だと思います。ぼーっと見たり、チャットをせずに見てる方と、やっぱり積極的にチャットする人。そうすると、よっちゃんの印象に残るということ、当然大抵はよっちゃんなんで、えー、誰か分かってよっちゃんはアドバイスするケースと、誰もか分からずにアドバイスするケースていうのは大きく、 伝え方が変わります、えー、ライブ配信で皆さんの、まあ、インスタに投稿した新たハウスミシン部のタグについたものをヨッチャンは前回ですかね何度か今までお伝えしてると思うんですがやっぱりどこの誰どんな犬っていうのが分かってる状態でお伝えするそうするとあこの方にとってはこういう表現の方がいいこの方にとってはこういう縫い方がいい 幼注もできる限り皆さんが作れるようになるっていうことをやっぱり考えてくれるんで、えー、皆さんもぜひライブ配信中は積極的にチャットに参加してください、えー、動画にコメントを残すこれも同じことが言えますライブ配信はだいたい2時間から長いもので4時間4時間ちょっと長いんで、まあ、2時間ぐらいに収まるように最近は考えていますその動画をアーカイブって言って、えー、ライブ配信が終わった後にも見れるようにしています で、動画にコメントを残そうと思うと、やっぱりある程度こう見終わって感想なり、自分の良かった点、まあ、よっちゃんに伝えたいことを、そういったことをまた見直す機会にもなります。で、その際はぜ,ぜひチャプターリストを作ってください。で、何名の方、何名かの方はすでにチャプターリストを作ってもらっていると思うんですが、これもそのチャットに参加するに似てて、 情報を整理する力を自分でつけるとその情報の理解度っていうのは上がります例えばですね前回の配信が2時間56分およそ3時間の配信なんですがこれをチャプターリストっていうのは目次分けなんですね要はよっちゃんが3時間の間にどういった項目に分けて話をしていったかということを後で振り返れるようにこういうふうにチャプターリストこれは私が作ったものなんですがこれが 正解のチャプターリストっていうわけではなくて、例えばオープニングがありました。はじめにっていうことでよちゃんが話をしました。で、次に新たハウスミシン部の使い方を説明してくれました。で、次にインスタを振り返ってくれました。その中でお腹回り。や、こういうふうに順を追って何を話していったのか。そうすると、このチャプターリストを作ろうと思うと、アーカイブに残った動画をもう一度丁寧に見ていって、あ、ここがすごく必要な部分っていうことを メモしていかないといけないんですね。でもそのことによって、すごく理解力は高まります、えー。私もこれ毎回やってるんですけど、今までこれをやらなかった時、要は、アラタハウスミシン部のライブ配信をしなかった時よりも、今の方が、よっちゃんが普段どういうふうな考えを持って犬服を作ってるのかとか、どういう部分に時間がかかるのか、どういう部分が難しさ、そういう部分がより見えるようになりました。 で、逆に言うと、見えるようになると、あ、ここはめちゃめちゃ価値があるじゃん。だから、皆さんにもっと伝えた方がいいとか、これは価値があるから、逆に、うん、もっともっと犬国に一生懸命になっている人だけに伝えようとか、情報の住み分けができるんですね。とか、ここの部分は大勢の人が知っとくべき点なんで、より細かく話していこうとか、そういう情報を、えー、住み分けて、必要なことを必要な人に伝えれる。 そのことで理解が増していくっていうことにもなります。そしてこれも大切なことです。ライブ配信も見ました。見てそのまま終わる。メモして終わる。チャットにして終わるっていうことではなくて、少しでもいいので学んだことを実践しましょう。実践するっていうことで、その難しさを味わうことも多いと思うんですけど、難しいなと思うことってすごくこのものづくりとか何でもそうなんですけど、大切なんですね。難しい 何もしなければ難しいという感情も生まれないんで、課題や悩みで、質問内容も生まれません。で、質問ができることによって何がいいかというと、まず実践した質問ができる、答えを得た、また実践する、そういう循環ができてくると、知らず知らずのうちに技術というのは向上していきます、えー。その技術の向上をインスタの方で皆さんが投稿していただく、そういう流れを作っています。だから、綺麗にできた、 っていう投稿はもちろんいいです。でもその反面今日ここがうまくいかなかった。例えば感情的な話でもいいんですね。え今日はなんかミシンの LINE がうまくいか,かなかったので途中でやめてやめましたとか。でもそういう投稿って実はすごく面白くて、えー、いいねもつきやすいですし、コメントも入りやすいです。なんか綺麗にできたお洋服を綺麗に写して、えー、出すっていうのは見てる人にとってあんまり実は面白みってないんですね。 よりも、人っていうのは、こう、インスタグラムで発信する際に、どういうものがいいねが多くて、どういうものがコメントが増えるかっていうのは、これ簡単で、やっぱり共感を得るっていうことなんですね。あ,あ、私もそう思う、俺もそう思うっていうこととか、うーん、例えば、ミシンのラインが綺麗に縫えないんで、皆さんはどうされてますかっていう投稿をすると、知ってる人は、人っていうのは、 こう何かを情報を人に伝えるっていうことが好きなやっぱり脳を持ってるんでそうするとやっぱりコメントが入ってきやすくなるだから二つここでいい点が生まれるんですねもしインスタグラムをもっともっとこう活用してインスタのフォロワーを増やしたいコメント数を増やしたいいいねを増やしたいっていう人にとってはこのあなたハウスミシン部でミシンを習うミシンが上手か下手かどっちでもよくてそれを自分のインスタで発信することによって皆さんのフォロワーインスタのフォロワーさんは 皆さんが何をやってるかを知ることができる。そのことによってコメントとかいいねも増えてくる。あ、この人はこういうことに一生懸命今頑張って暮らしをしてるんだ。愛犬のお洋服を作ってるんだ、えー。そういうこともいい循環につながると思っています。まあ、ちょっと SNS の活用の仕方っていうのはこのショップの運営の等にまた入ってくるんで、その辺もまたお話していきたいなと思っています。えー、そして、えぇ、ー、なたハウスミシンボを公開する目的の2、 よっちゃんの技術がより高まるっていうところですね。えー、なたハウスの家に服のクオリティや価値を高めてくれ、お客様へのサービスの向上につながっていきます。ここ、ちょっと具体的に説明していきます。えー、自分自身の知識や技術を多くの人に伝えるときには情報の整理が必要になります。先ほどちょっと話したと思うんですけど、私が皆さんに何かを話すとき、まあ、この、 えー、今お話している内容もそうなんですが、ただ単にベラ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 喋っていくよりも、自分自身が考えていることを一度、これはマインドマップっていうツールなんですが、そこに私は情報を整理して、今回は皆さんにこういったことを伝えようという整理を一旦しています。そしてその整理したことをお話を今、録画で撮っていっています。 そのことによって、皆さんに伝わりやすくなるとともに、自分が考えてることを、あ、俺ってこういうこと私ってこういうことを考えてるということが、まず成立する。そのことはとても必要なことになります。何かを学んで実践して伝える。 これが技術の向上のフローなんですが、学ぶ実践伝える、学ぶ実践伝える、学ぶ実践伝える。で、その時に情報を常に整理していくことによって、技術っていうのはもっともっと良くなります。うん、情報を整理せずに喋ってくる、喋るっていうことを無視し,した時にえ、自分がまず何を言ったかの忘れるケースもすごくあると思いますね。 で自分が忘れるぐらいなんで、相手にとっても伝わってるか伝わってないかも、これも微妙になりますので、何か本当に聞いて欲しいなとか、伝えたいなというときは、一度自分の情報をきちっと整理する。これ、えっと、アルタハウスミシン部でライブ配信する前に、よっちゃんは当日やることっていうのを一週間ぐらいかけて整理していくんですね。えー、まあそういったこともあって、 新たハウスミシン部でミシンの内容に関して質問があれば、インスタの方に投稿してくださいねっていうのは、事前にやっぱり準備をしたいっていうのもあるんで、ただ単にその時にライブチャットで、ライブ配信中にチャットで質問、パイピングどうやって縫うんですかっていうのだったら、即興的な返答になって、どうしても薄い内容になります。薄い内容を聞いたところで、できることってのはやっぱり薄いものになるんで、よりもインスタの投稿にパイピング強、 裏側がうまくいかなかった。そうするとよっちゃんはそれを見て、なぜ裏側がうまくいかなかったっていう、この情報を整理していって、ではこの裏側がうまくいくようになるためには何をお伝えしたらいいのか。そういったことを考えて発信をしていけるようになります。そのことが結果的に自分の知識や技術の整理につながる。すごく大切なことです。で、犬服を作る技術を整理することで、工程や制作方法の見直しがより細かくできます。 誰かに何かを伝えるときに情報を整理する。整理することによって今まで自分がやってた工程や制作方法の見直しっていうのは必ずしないといけない状況が生まれるんですね。そのことが自分の技術力の向上につながっていくってこともよくあります。やり方を公開することで客観的に内容を見直すことができる。 これ実は YouTube のライブ配信を行った後、アーカーブに残して、その後、よっちゃんっていうのはそのアーカイブを自分で見直しているんですね。そうすることによって、自分がどういうふうに、まあ、皆さんに伝えてるかっていうことと同時に、どういうふうに塗ってるのかとか、どういうふうに記事カットをしてるのかとか、えー、ミシンの部屋の環境はどういう環境なのかということを、自分自身で客観的に見直すことができる。 これもすごく大切なことです。どうしても一人でやってると、自分のやってることっていうのを客観的に見るっていうことを、まあ、意識して毎回自分で動画を撮ってれば、それはできるようになると思うんですが、そういう機会ってなかなかない。では、こういうふうにせっかく何か情報を整理するんであれば、皆さんに、これから居抜くを作りたい方に伝える。そう、そのライブ配信をアーカーブに残すことによって、自分も後で見直すことができる。 そのことで欠点や長所も見直すことができる。公開する、伝えることでさらに技術や制作工程を良くすることができる。これが新たハウスのインフクのクオリティや価値を高めてくれます。ただ単にずっと作り続けてても、やっぱりここが良い、ここがダメということを自分で気づくことができないんで、気づく唯一の時ってお客様からの言葉であったり、まあ 相手言えばクレームだったり、そういう時だけになってしまうんですね。そうすると、クレームって言ってくれるお客さんって本当にありがたいんですが、やってるうちにクレームっていうのはだん,だん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 、やっぱり私たちも減らそうと思いますし、お客様にとってもクレ,ークレームが言いにくい環境ってもできるケースがあるんですね。そうすると、改善点っていうのがなくなってきて、ずっと同じような服作りになってしまう。それが結果的にもしかしたら、同じに見えて技術が低下してる時もあるんですね。 そういったことも防いでくれます。で、最後の項目に入っていきます。アタハウスのクオリティや価値を高めてくれる。これがよっちゃんの技術がより高まるってことになって、目的の3、お洋服を購入してくれてるお客,お客様がより深いファンになってくれる。ご注文いただく際に、このようなことが気になる方もいると思います。えー、どんな人が制作しているのか。 どんな考えで制作しているのかどんな場所で制作しているのか当然、愛犬に着せるお洋服なんでうん、どこの誰が制作しているのかうんどんな人やろうって私なら結構気になるんですね。うんどういう考えで制作してるのかなとか、それは安全な環境なのかなとか、記事ってどういう記事をどんな考えで仕入れてるのかなとか、そもそも、まあ、 ミシンで犬を販売するときに、えー、縫う方っていうのは女性の方が多いんですが、どんな方が縫ってるのかな、主婦なのかなとか、愛犬はどんな犬なのかなとか、それが全くわからない方から購入するのと、例えばそれがわかってる方から購入するのでは、やっぱりこう安心感だったり、信頼度だっていうのは変わってくると思うんですね。そういうのって今でもブログなり、インスタなり、 以前までは LINE だったり Twitter だったり Facebook でできる限り発信していたなんですがやっぱり写真で伝えられる情報量と動画で伝えられる情報ってはるかに違うんですね、えー、ですから今は YouTube で制作風景を公開することでお客様とのいろいろな点での認識のズレを埋めることができるって考えています写真ってのはどうしてもきれいに撮ればそれはよく見えますし雰囲気を作ることはできるんですけど動画ってそれってしづらいんで それをあえて公開することで認識のズレを埋める。これってすごく大切なことだと思っています。例えばどういうことか。考え方が違うお客様は注文を控えるようになると思いますが、そのことは結果的に双方の利益につながります。私たちと、例えば生活環境なり、愛手を買う考え方。 それを違うお客様が私たちのお洋服を注文したときに、うん、買った後に、うん、買わなかったらよかったなと思うお客様も中にはいると思います。それってお客様にとっての不利益に結果的にはつながってるんですね。私たちが利益を 得てるようにも感じるかもしれないですけど、そのお客様って基本的には二度と、やっぱり私たちのお店から購入することはないと思うんで、一回きりの利益よりも、やっぱり同じお客様が何度もリピートしてくるリピートしていただける、そういった利益の方が私たちは大切にしているので、そもそも、なんていうんですかね、違和感がある状況では購入してほしくない。十分納得して、えー、このお洋服に、このお金を払いたい。 払ってくれるっていう方が増えれたら、増えたらいいなと思っています。そうすることによってお互い考え方はやっぱり似てるんで、双方の利益っていうところで見ても、すごく安心して納得できた状況かなと思います。えー、そして、えー、考え方が違うお客様が注文を控えるっていうことは、強いて言えばクレームにつながりにくくなります。えー、正直、現在にもクレームは年に数件程度あります。う そのクレームも考え方の違いから発生っていうのは何かというと伝え不足とか、うん、聞き不足できる限りの情報はブログなり、えー、インスタなりに公開してるんですがそれを全てのお客様に1から10全て読んでくださいっていうのもこれもります。 無理な話やと思うんですね。物を購入するときに、例えば保険を契約するときに、注意事項を、細かい字の注意事項を全部読んで契約する人なんかもう稀やと思うんですね、えー。それを強いるのも、まあ、作り手として理不尽かなと思います。でもそういった、えー、伝わりきれてない、聞ききれてないということから発生するクレームっていうのがあるんで、この動画配信っていうのはすごくそれを減らしてくれると考えています。 そしてえ、クレームっていう考え方って私たちはどう考えてるかというと、クレームとの付き合い方はショップ運営とっても大切なことにつながってきますえ。クレームが少ない方が精神的に楽しくものづくりができますえ。クレームを避けるために商品価値を下げる方もいますが、そこには大きな落とし穴や課題を残すことになります。えクレームが1個入ってくる。まあ、クレームって代償あると思うんですが、 まあ理不尽なものから納得できるものまで、ね、いろんなやっぱり形ってあると思うんですねでも基本的にクレームが少ない方が一着一着のお洋服を作る時に集中できますし、うん、精神状態もすごくいいものなんですねで何をするにあたってもやっぱり自分自身の精神状態が安定している方が結果はいいものが生まれます、うん、精神状態と少し話は変わりますけど寝不足の状態で何かをするよりも しっかり寝てからやる方がパフォーマンスが上がります。もう精神っていうのは目に見えないんで、よりやっぱりいろんなものに影響されるんで、その影響される大きいものとしてクレームっていうものがあります。で、クレームを避けるために商品価値を下げる。これはどういうことかというと、値段に対して違和感を覚えてクレーム,クレームっていうよりも、 うーんこうしてほしい、ああしてほしいっていう依頼をしてくるお客様もいます。この値段だからもっとこうしてほしい。この値段だからもっとこうであるべき。あ、それはお客様の意見なんで、それ自体が間違いっていうわけではないんですが、それを受け取ったショップ側が、あ、そう言われるんだれば値段を下げてこう。 本来はもっと価格をつけたいと思うんですけど、なんか、クレームを言われるのは嫌やから、低価格にしておこう。低価格ならもう文句ないでしょう。みたいな考え方をする方も思いますが、これはすごく間違った考え方で、後々大きな課題を残すことになります。で、クレームに関しての対処やクレームにつながらないショップ運営に関しては、また別の機会のお話していきます。 そして結果的にどんなをお伝えすることで安心して愛犬にお洋服を着せることができると考えています。えー、以上が家庭用ミシンで犬服を製作する技術を YouTube で公開する目的です、えー。引き続きメリットやデメリットをお話し,しようと思いましたが、えー、少し長い動画になってしまっていますので、そのあたりは次回お話ししていきます。それでは続いて気になったコメントを少しお話しします。 気になったコメントっていうのは YouTube のコメント欄に入ったものでミシンの技術以外のところを少しピックアップしています。第1回もしましたが今回も第2回目ということでコメントをピックアップしておきます。ステッカー欲しいアーカイブで確認して初めて聞き知らなかったということで5日のライブ配信の時にですね今後ミシン部の方で ステッカーを作っていこうかなっていうお話を軽くさせてもらいました。で、えー、っと、ステッカーに関しては、えー、もう少し回を重ねて、えー、ライブ配信の参加者が増えてから作ろうと考えています。で今のところ、全員に配るのではなく、まあ、こういった方に配っていこうと考えています。 えー、継続的に新たハウスミシン部に参加し犬服を作られている方、ライブ配信に参加してチャットしていただいている方、ライブ配信後にチャプターリーストを作られている方、新たハウスミシン部を広める協力をしていただいている方、まあ、な、などなど、えー、犬服の作り方、ライブ配信ごとに1名ずつ、まあ、1名から2名発表していこうと考えています。 え、ステッカーを持っている方は、アラタハウス公認、アラタハウス未ン部さんのような感じにしていこうと思っています。検討中ですが、アラタハウス公認、アラタハウス未ン部さんには何か特典を設けようと思っています。これ、どういうことかというと、まあ、全員に配っても、 いいんですけど、そういうステッカーよりも、やっぱり、この新たハウスでミシンを作ろうと思った方が、熱意や情熱を持って、こう、活動される中で、この人一生懸命やってるな、とか、この人あ、一生懸命やってるっていうのは、ミシンが上手か下手かじゃなくて、一生懸命取り組んで、一年後には犬服を作れるようになろうって努力をされてるっていう意味ですね。そういった方に、こう、ステッカーをお送りすることによって、 私って認められるんだなって思っていただけると思うんですね。とか、うん、アルターハウス、ミシン部っていうのを、やっぱり広めてくれてる努力を、協力してるから、くれてる方っていうのもたくさんいらっしゃるんですけど、そういった方に、少しでも私たちは皆さんが協力してくれてることを感謝していますっていう気持ちでお送りする。ただ単に税に配るってなると、誰でも持ってるスタッカーになるんですけど、えー、私たちが、 やっぱり感謝の気持ちであったり、認めたり。で、そういう状態で皆さんにステッカーをお配りすることによって、ステッカーをもらった方っていうのは嬉しいと思うんですね。で、もしステッカーを欲しいと思ったら、欲しいと思う方は、まだそのステッカーを持ってる方のように、えー、犬くんを一生懸命作ろうとか、チャットに一生懸命参加しようとか、うん新たなハウスをもっともっと広める、協力をしようとか、 そういう思いっていうのを持ってもらえると思うんですね。で、思いを持った人が集まってる。同じ思いを持った人が集まってる。そういう環境になればいいなと思っています。まあ、ステッカーに関して何か案があれば、ぜひコメントしてください。えー、それでは本日、えー、のお話をまとめると、えー、本日は第2回で、なぜアルタハウスミシン部を始めたのかっていうお話をさせてもらいました。 次回は今回の続きで犬服作りの技術を公開するメリットやデメリット、当然デメリットもあります。そういったお話をしていければなと思っています。少し長くなりましたが、皆さんにぜひ知っておいてほしいとか、聞いていってほしいっていうお話をまとめてお話しさせてもらいました。最後までご視聴ありがとうございました。